はい、部屋の中入ってきました。ちょっといろいろ見ていきましょうか。スリッパとこれ何、これライトだ。スリッパにライトがあります。洗面台がこれ外に出てるのかな、外に出てるという感じでございます。はい、でですね、こっちが、キングサイズのベッドですね。でですね、ここのコンセントじゃないな、これ全部電気類ですね。で、USB が1つとコンセントが2つで、ライトとティッシュとホテルの案内、案内また後で読みましょう。で、金庫ですね。金庫があって、これは、ケーブル類。で、ポットで、グリーンティー、ほうじ茶、コーヒー類ですね。そんなんがあります。じゃあこれ下冷蔵庫かな。そうですね。冷蔵庫。ほらま、天然水が4本入ってます。ああ素敵ですね、なんか。でこちら大きめのテレビがあります。で除菌スプレーに、これなんていうかな、洗濯物のやつですね。はい。でちょっとさっき見たら残念ながら窓の外はこちら側はほとんど景観がない感じでございます。アメニティ類がこちらですね、こちらの扉になってて、ドライヤーがパナソニック、これ何かな、あ、ボディタオルが2つと普通のフェイスタオル2つとバスタオルが2つ、この中あれかな、ヒゲ剃り、クッシー、これはな、シャワーキャップかな、シャワーキャップ、はい、と綿棒みたいな、そんな感じですね。はい、はい、で下の段を開けるとこれはナイトウェアですね。どんな感じかな、上下分かれてるのかなですね。あ、シャワールームですね。もしシャワー浴びたければ、大きな固定のやつと自分で持てるやつとあります。で、ボディウォッシュ、コンディショナー、シャンプーという感じでございますね。はい。で、こっちが、じゃあトイレなのかな？そうですね。トイレ、普通のウォシュレットという感じでございますが、綺麗な感じですね。荷物とかハンガーが何本か吊り下がっていて、逆にこちらで姿見があります。だいたい部屋はこんな感じですかね。はい、残念なポイント1個見つけちゃいました。ですね、机と椅子がこれしかないみたいなんですよね。ですので、部屋の中で何か割と作業しようと思うと結構しんどいかなと思います。紹介兼ねておいたいと思います。チェックアウトが、ね、11時なのでいいっすよね。はい、今ね9時12分ぐらいですね。朝から編集のちょっと作業やってました。お風呂が2回すごいっすね。カードキーでね、洗面台がね、
朝ねお風呂も入りましたけどですね、めちゃめちゃいい感じですね、今回5000円ちょっとぐらいでですね、まあまあ高級感があるような感じのお部屋とホテルでございました。唯一ですね、欠点かなと思った椅子とかもですね、実はあまり椅子とテーブルを使ってなかったっていうこともよく分かって、だいたい作業するとき僕いつもベッドに寝ながら作業してたかなと思ってます。ですので、まあデメリットってほどでもないと思います。下手したらですね、繁忙期になって1万5000円とか2万円ぐらいまで行くかもわかんないですけど、まだまだ、京都もですね、それほど観光がですね盛んではないということで、今回安く泊まれたんじゃないかなと思っております。皆さんもよろしければ、コスパはめちゃめちゃいいし、デメリットも少ない、ホテルでございました。はい、ということでですね、よかったら泊まりに行ってみてください。それでは、また違う動画でもお会いしましょう。しおみでした。グッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いしますね。